こんにちは、ライムです。はい、ということで今回のガチャは聖力という新しい新要素が出てからの初のガチャということになりますので、まあこれは配信者ならとりあえず性能はともかく引いておくべきかなということで、ガチャやっていきたいなと思います。とりあえずいつも通りですね、100連ガチャ第1夜ということでやって、その100連ガチャの結果次第、僕が納得するかどうかで、明日また100連200連ガチャに突入するかどうか決まってきます。なので、とりあえず少なくともこの動画では100連ガチャしますのでね、ぜひお楽しみあれということで、やっていこうかなと思う。とりあえず先に恒例のライムメソッドとして演出を見てから行こうかなと思います。はい、今回月初ガチャということなので、一応カゴキャラとそれか戦闘キャラ1体ずつ、それぞれ 0.7% ということでピックアップされております。まあ、先月のようなね、確率が 4% から 5% になっているわけではないので、ちょっとその辺が怖いかなとは思うんですが、ディアブロのこの演出結構気合入ってるよね。はい、ということで行きたいと思います。とりあえず、10連ですかね、行きますね。新ガチャ10連、さあ果たして、うおお、今全然想定してなかった。うおお、これはあるかもしれない、これはあるかも。でもまあいつものながらね、これ確定演出が出たからといって別にピックアップキャラが確定するわけでは、おお、まあこれはまあこれはね、さっき出たから今驚くところではなかったなついなんかガチャが久しぶりな感じがしたんで、先月全然結局あんま引かなかったもんね。なんかちょっと今びっくりしちゃった。さあどうかな、これで、まあどっちでもいいけど、どっちか出てくれるだけでも相当精神的に、ディアブロ、それが私の名、感激で胸がいっぱいですよやっと来ましたね、ホルノワールゾーン。いかがです、実に素晴らしいでしょう。さあ存分に語らいましょうか。イエーイ、はい、よかった、すげえ、これは紙引きこれは紙引きで、極み星5の、キャラの特性として、今普通であればこれがね当たって、まあレベル80、1体ゲットだぜってなるんだけど、ログインボーナスでもらえる素材使えば一気にレベル100まで上げることができるんで、これが極み星5のキャラだということですね。これは嬉しい。まあ少なくともこれが出たおかげで使ってみた動画がいけるっていうところがね、でかい。皆さんにもね、ぜひ、まだちょっとガチャ悩んでるから、僕の性能解説動画とか見て、ちょっと、待機しようかなとか様子見しようかなと思ってる人はね、使ってみた動画、このガチャ動画の後にアップしたいなと思うんで、お楽しみということで。よかったね、よかったよかった、個人的にもすごく助かったし、あと使ってみた動画見たいっていう方もね助かったと思うよかった。はい、ということで20連目いきたいと思います。これでまたディアブロ2体目っていうこともあり得るしね。あと今回の、ガチャについてはですね、まあ課金者限定ではあるんですけど、1万円課金した時に、なんか交換、戦闘キャラとカゴキャラに交換できるような、なんか特別な素材みたいなのがくっついてくるんですよね。交換所アイテム、専用アイテム。おわっ、昇格、そのお話とても興味深いですわね。ああ、そっちの姉ちゃんか、そっちのベル姉だったね、そっちのベル姉。久しぶりに昇格演出でびっくりしたな。すごいな、今日はすごい、いつものライムとは違う、何かが違う、まあ、ピックアップではなかったけど、いつものライムとは違う。昇格演出かなりレアだからね、確定演出の中でも多分一番確率低いと思うんで、
まだね、一度も見たことなかったって人はかなりラッキーだと思う。僕の、ここまでのマオリュウガチャ動画の中ではもう過去数回しかないはず。多分今ので3回目ぐらいなんじゃないかな、おそらく。なのでそれを考えると相当確率低いんだなって。はい、オッケーオッケー。ここまですごいわ。20連で、あとの80連もう何も出ないんじゃないかっていう気さえする。いきます、30連目。夕暮れ、さあどうだ。測定不能、こっから変わることもあるからね。こっからバシューンってさあどうだろうな。もうでもさすがにこのあと80連で何も出なかったとしてももう文句言えないような感じはしますね。はい、演出なし。あとは確定演出じゃない、昇格演出にかけるしかない。いでよいでよ昇格演出で。さっき何の話してたんだっけ、何の話しようとしたんだっけな、忘れてしまった。まあいずれにしても今回の新しい勢力バフとか、そういったところが見れるんじゃないかなっていうところで楽しみだね。ちょっと使ってみるのが自分でもすごく楽しみなところがあるんで。はい、あと40連目いきます。で先ほどこの動画の1個前でミューランとヨーム極め星5キャラスカウトチケット限定キャラとして実装されたので、そちらの性能解説動画もアップしました。ご興味ある方ね、ぜひそっちも見てほしいなと。うわー、演出なし。さすがにまあ20連がいい引きだったので、まあ、まあ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 しょうがないか、しょうがないなと思える、思える。これならこれならまだ思える。あ、そうだ、あれの話だ。課金者限定のその交換所でディアブロなり今回のリムルを交換できるよっていうことなんで、普通にいつも通り課金してる人は安上がりで結構住みやすいと思う。今回はとりあえず1万入れればリムルが確定でゲットかな。で2万円分入れればディアブロがゲットできるみたいな感じだったと思います。であるいは仮に3万円分入れた方であればリムルとあと他の戦闘キャラ、任意の戦闘キャラ選べたりとかねっていうお得な課金アイテムになってるんで、ぜひね利用してみるのも手なんじゃないかと思います。うーくそくそ、何もなしか。わかりやすいね、本当に尻すぼみで終わりそうな動画だわこれは。20連して、まあ、最初の2回だけか。であとあれだね、こないだのガチャから星4の確率が上がってんのかな。なので相対的に見ればとつりやすくなったですよね。まあこの限界突破システムを考える、レベル120までのシステムを考えると、もっと星音率上げてくんないと全然間に合わない感じはあるんだけどね。言うてまあこんなもんですよ、星5なしの星音、まあ10連で1体確定ですから、それ見てもまあ星音が2体みたいな確率だからね、もっと星音率高くてもいいよね。なんかこれは60連目ですか。変わんねえ、測定不能来ねえ。来い紫パープル、いでよパープル、パープ。くそー、わかりやすく来ない。もう僕の運は終わってしまったのか。まだもう一回くらいあっても、まだもう一回くらいあってもディアブロがあと3体くらい出てもいいと思うんだよね。ディアブロ3体来ねえかな、ディアブロ3体来ねえかな。あとはあれだね、ちょっとまあ直接的に関係あるか、ディアブロの声優の桜井貴博さん、まあ知ってる方は知ってると思うんですけど、不倫騒動ですごい大きなことになって70連目いきます。なんだっけな、アニメ劇場版のアニメの性交代するみたいな
話でなんか延期になるみたいなニュース出てましたけど、テンスラはどうなるんだろうねって。でも今のところこの魔王流では変わらなかったね。特になんかこのディアブロの新しいスキルとかのセリフもおそらくあの取り下ろしだと思うんですけど、変わんなかったね。まあやっぱりあれかな、会社によるのかな、多分。どうなんでしょうね、今後テンスラの第3期、まあ今年やると思うんですけど、ディアブロの声優どうなるんだろうねっていうところが結構気になるところではあるかな。まあ、声優業界は案外その不倫騒動とか緩いらしいので、話によると普通の芸能界とかと比べるとね。なので、まあ、最近のこの昨今の、状況を考えるとどうなのかなっては思うけどね。どんどんなんかそういった不祥事に対して厳しくなってる世の中な気がするので、はい、80連目いきたいと思います。どうなんでしょうね。まあ個人的にはあんまりそのリアルの私生活、中の人の私生活とそのゲームとか作品に対してのキャラとかってあんまり関係ないと思ってるんで、僕は全然。うん、なので不倫しようが何しようがいい声でちゃんといい演技をしてくれさえしてくれれば別に何とも思わないタイプだから全然いいんですよね、桜井貴博さんが何してようが。っていうか全然関係ない話してたけど、全然マジで確定演出出ねえな。マジで最初だけだな。何もねえな、この後半何も、マジで何もない。マジで取れ高ねえな、後半の取れ高なさたるや。あと20連だぞ。あともう一回くらいなんか奇跡起こせよ。あともう一回くらいあれよ、動画的なことを考えて、空気読んでもう一体くらい星5あってもいいんだぞ、これ。なんかマジでもう一体くらいあれ。もう一体あれ、リムル来い、クーハウ。やべえなこれ、本当に最初だけか。まずいですな。本当に最初だけだ。昇格演出もなし。演出来ない。演出なし。わあ。うわあ。うわあ、ラストなんですが、ちょっと、リムルの演出まで見てやってみるか。リムル欲しいな。まあ、最悪さっき言った、別に課金すれば、確定で手に入るわけですが。いきます。ラスト。どうかな、どうかな。高密度のエネルギーを検出しました。まずここではない。まずここ頼むぞ、マジで頼む。あー、欲しい紫。ダメだったか。ダメか、最初だけか。でもピックアップのカゴ引けてるだけに文句は言えない。今までの僕の引きを考えるとこれでも結構バンバン剤な引きだわ。今までの爆死を考えれば。まあ、確率から言えば、これは悪いけどね。悪いけどね。100連で 4% のやつを狙ってて、2体は。4%2 体は、運悪い方だけどね。でも僕自身の運を考えると、これでも、ひどいな。星音少ねえ。確定枠しかねえ。ひどいな。ひどかったけども。ということでですね、とりあえず、リチの英気勢力パート1スカウトは、こんな感じになりました。とりあえず、一旦、さっき言った、課金、
課金でリムルを確定でゲットするっていうことができるので、それで一旦リムル交換してディアブロとリムル揃えて使ってみた動画やります。で、使ってみた動画やった結果なんか物足りないなとか感じたら、また明日100連第2夜ということでやっていこうかなと思います。まあ解説動画でも言ったけどね、この後出てくるガチャも気になったりとかするし、あと実際本当使ってみないとなんともね、初めて出た、加護の導きであったりとか、そういったところもあったりするから、その辺考えてやっていこうかなと思います。とりあえず、第1話とにもかくにも、引き自体はまあ悪かったけど4% の景品に対して100連ガチャした時の当たり確率としてはかなり悪い方でしたけど、個人的な運で言えば、ピックアップのカゴキャラが出ただけでもかなりマシだと思うので、まあ助かった。とりあえず気持ち的には気持ち的には助かった。あともう課金で、まあ確定で入手できるっていうね、天井がやや浅めにあるっていうところも今回は良、かったなと思いますので、とりあえず、またね、後日、使ってみた動画等もお楽しみに。あと踏破線攻略動画とかもやりますのでね。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。